うん、今ここも今出しました。こうして、これでよし。あ、準備、いつの間にかもう過ぎてる。おはようございます。おはようございます。あ、本当意外とでかいな。今日予備で持ってきた iPhone4 を読み上げに使ってます。で、マイクは相変わらずウェブカメラマイクなので風音がかなり入ります。おはようございます。ここは裏磐梯ユースホステル泊まってました。昨日の夕飯うまかったな。パニアバッグ、いや変えたんじゃなくて、今回取り回しがいい防水性能は落ちるけども、持ち運びしやすい、出し入れしやすいやつ持ってきてます。容量ちょっとあれよりは小さいんですけどね。おはようございます。じゃあとりあえず毘沙門沼見に行きますか。朝の毘沙門沼だけ見ました。すいません。こっちはですね、朝3度ぐらいまで下がったらしいです。でも日が当たってると、あ、使い分けバッグ、そうなんですよ。雨の心配があまりないときにはオルトリーブの完全防水のやつはいろいろ使い勝手悪いんで、うん、今も多分10度は 5度は、いや5度よりは上だと思うんですけどね。おはようございます。で、今日はどこまで行けるかな、電波。また朝っぱらから規制食らいそうな気がします。朝だね。で、 iPhone 読み上げなんで、ちょっと読み上げの性能が低いです。読みが たまにバカです。ふぅ、うん、オルトリーバーの容量大きくて完全防水で、それだけなんですよね。でもあれの着脱システム本当よくできてるよな。ただあそこは壊れると本当にやばい。よし、じゃあ出発。あ、しまった、朝のユースの今の写真撮るの忘れてたな。まあ今朝撮ったからいいか。で、ここのユースはですね、おはようございます。毘沙門沼のいろんな店があるところからちょっとこういう砂利道入ったところにあります。だからこれ、あの砂利道出ると、はい、楽ですよね、本当に。私はこのパニアバッグはちゃんと固定しないことによって着脱要因にしてますけどね。だから実は後ろでプラプラしてますしましたが、今日は電波がいつまで持つか、多分エリア内かどうかじゃなくていつ規制されるかかな。おめでとう、ありがとうございます。何のことかわからんが、はあ、お、いらっしゃいませ。ここはこの辺りのことなんて言うんだろう、このエリアは、観光エリアは五色沼なんとかでいいのかな。朝っぱらから人来てるな。さっき朝ごはん前7時ぐらいに来た時も結構人来てましたけどね。さて、磐梯山の向きは晴れたかな、山は。いや、この辺りまだ紅葉はもう少しですね。お、おはようございます。自転車ここでいいかな。裏磐梯です。裏磐梯ユースに泊まってました。じゃあちょっと GPS だけ持って、電波どこまで届くか分かんないんですよね。おはようございます。気温低いんですけどね、日が当たってるんで暖かいです。スペック、そうそう、水に沈めても大丈夫っていう。うん、おはようございます。あ、勝沼ユースさん、いらっしゃいませ。なんと、で、今の五色沼ではこういうのやってますね。青い沼に白い鯉が生えるとこなんですけど、これえ、もう切れた、どれどれ、もうか。原因はどれだ、規制かな、規制かな。待てよ、ポタファイ持ってきてない、あぶね。
気にしちゃう、なんか微妙な切れ方するな。おかしい、切れ方がおかしい。ヘタファ今持ってないよな。うん、やっぱりこんなかだ。で戻ってきても全然回復してない待機が。あれ？あれ？おおお。あ、もうダメか。ああもうプライマリーサバイバーだ。繋がってんのかなこれ。データが全く流れてない。おお、ツールが繋がってないだけかこれ。お、割れた。見えた見えた。やった。つながんねえ。うん、ツールの動きがおかしいな。出るかな。あんまり見えないな。うん、遅いというかなんか変だなこれ。ツールがおかしい。配信ツールの動きがおかしい。全部先とした方が早いかなこりゃ。すべてを再起動します。
べてを再起動し、再起動します。ダファイも切ってついて、朝露で綺麗。豆ライブで。ページに戻る。FM リスタート。どういった。あ。今行ってんのかな。ちょっとまだリアズ。どのぐらい行ってんのかなこれ。すみません、コメントが来た。で、自動無料延長を忘れずにオンにして、これでよし、やれやれ。今大丈夫ですね。もう動きがわからん。とにかく何でも再起動しました。ポタファイト PC と再起動しました。さて、じゃあ見せるか。ママ疲れちゃったらもう、ビシャモン沼とですね、ビシャモン沼とバンダイさんです。アップしてます。ボートに乗ってる人たちはことごとくここから観光客の人たちが撮る写真に乗っちゃうんですよね。ただバンダイさんが写ってないですね。前見たとき確か写ってたような気がしたんですけど、記憶違いかな。紫色のやつですね、アケビで。ゴスキーに時間によって色が変わるらしいんですよ。赤とか青とか紺とか緑とか。おはようございます。さて、ここにあまり立ってると写真の邪魔になるので、ここが写真ポイントなんですよ。山の、朝来た時には、おはようございます、バンダイさんに雲かかってたんですけど、今綺麗に晴れてますね。で、遊歩道の方に御泥沼まで行ってみたいんだけど、バスクにもっとすごい池がありますよ、この先。ただこの先電波あるかな。ツイッターありがとうございます。ありがとうございますというか、景色が綺麗なんだよな。で、この先ミドロ沼っていう、私的に表現すると RGB の沼があるんですけど、そこまで電波持つかどうか。ダメだったら私は配信無視して写真撮ってきます。歩いて10分はかからなかったと思うんだけどな。そう、ミドロ、朝から、さっきも朝7時の段階から人来てましたからね。この辺り宿多いから、泊まってた人たちが出てきてるんだと思います。
で、とても今気候は気持ちいいです。大して寒くない。お、鯉いる。で、最近ここですね、白い鯉の腹のあたりに赤いハートマークがついた鯉がいたらしくて、今もいるのかな。で、ハート鯉とか言って、最近それが売りになってるみたいです。ハート鯉のたい焼きとか金麺魚。この青い沼に白い鯉が入るんですよね。こいつじゃないな。で、水結構きれいなんですよね。ハート鯉はいないな。腹にハートマークがあるやつ。そう、押すなよ。100万円。なんだかここ昔から鯉いるんですよね。手をどうだろう。空中で手叩いて聞こえるんですかね。足音に反応してるんじゃないですか、こいつらは。なりきって、どこの鯉もそうじゃないですか、大体。だから掴もうと思えば多分掴めるはず。また油断しきりやがって。近所の池の鯉、中国人に食われてたんだよ。鯉食いますよね、野生の。おはようございます。鯉が多いよ。ああ、下入った。水の緑さというか青さが分かりますね。残念ながらハート鯉はいなかった、この中に。あ、違うやつがいる。あれなんだろう。フナよりも尖った形してるけど、マスの類かな、あれは。さて、お、いらっしゃいませ。エスティムに交換。池の近くじゃやらんぞ、それは。外来魚。これどっちだっけ、順路は。こっちか、これか。とりあえずミドル沼だけ見てくる。お、裏磐梯。あれ、こっちから見るあれが裏磐梯なんですかね。磐梯さん見えてます。ただウェブカメラだと白飛びしやすいんで、周りが暗いところで見るとダメですね。濃い観賞魚。どうしてなんでしょうね。あれが磐梯さんですね、多分。確か方向的にあれのはず。うわ、お、何がいる。あ、水草か。あの、朽木とか水草がこれ透明度高いんで見えるんですよね、上から。何の山なんだっけ。あと、こんな道だったっけな、覚えてないな。10年以上前だからな、前来たの。ん、山が崩壊してる。ん、ホタル。逆さばだ。ワカサギは、あ、ちょっと映ってるけど、やっぱ多少波ありますね。完全に綺麗な湖面じゃない、今は。私は一応長袖です、短パンだけど。どのぐらい歩くんだったっけな。うわ、滑る滑る。これ岩に直に段が掘ってあって。富士山、いつ頃の噴火なんですかね。カメラ持って裏番台。よいしょと。今気候が本当気持ちいいです。日陰でじっとしてたら寒いんだろうけど、まだ息が白くなるような寒さじゃないですね。あ、出てきた池。おお、こっちにもいいのか。これは人、毘沙門沼のつながりかな。白いやつばっかり集まってる。幽霊っぽい。ハートはいないかな。
よよっと、読み上げが聞こえなかった。今は5、6匹いましたかね。6匹はいたかな。ちょっと雨に打たれてスピーカーの、おお、ボリューム聞こえてるんですけど、ボリューム調整が難しいんです。こっちの沼、あの風があまり吹いてなくて綺麗ですね。来るなかなか。まだ電波来てますかね。よっと、多分映像で見るとこれが映り込んでるのかどうなのかって分かりづらいんじゃないかな。ぬるぬる、あ、大丈夫ですか。ありがとうございます。とりあえず桧原湖までこの状態が持つといいな。紅葉はまだですね。この辺は今日登っていくあたりが一番見頃になってるはず。ここから標高700だか800ぐらい登って白布峠っていうとここへます。ただそこは電波ないんですよね。紅葉、えらい大人数の声が聞こえる。しかし風がなければウェブカメラでも結構マイクで拾うもんですね。昨日あの USB のオーディオ、それいましたっけ、あそこ。ちょっとだけ読み上げを下げたい。あ、1800年代なの、1900年手前なんですね。猿、私襲われたことはないですね。大群には会ったことあるけど。あ、この辺も、でも前来た時も今回も猿の猿注意っていうのは見たことないな。害になるほどはいないってことですかね。うん、青いなあ。うわ、そう、私もまあ目合わせるかどうかってよくわかんないんですけど、あの猿は別にあの直接があの襲ってくることはないですね。今まで見た猿は食い物を持ってなかったからかもしれないけど、あの脇の沢っていう下北半島の方だと、ああ、子供、ああ、でも子供可愛いですよね、猿のやつは。コンビニの前座ってるの見たことないな。そんなあるのか。ミトロ沼まではどんぐらいだろう。確か右手に見えるんですよね。お、裏番台が映って見えるかな。おはようございます。うん、見える人間一応映ってるな。うん、よっと、ありがとうございます。ちょっと待ちを。おお、綺麗。あと山。山親父って熊かな。親父さんって言い方しますよね。で、今年はですね、あの福島県の、あ、おはようございます。福島県の観光客がやたら今回多いらしいですね。この夏からなのか、今回の連休がなのか、なんかそんなこと話してました。ニュースで。おお、バスクリーン。でももっとすごい色の沼ありますんで、この先にそこだけ見たら戻る。園長、あ、動きました。ちょっと待ってください。あの一応地図見て
ミドロまでまだ少しあるな。ミドロまで1キロぐらいあったっけ。そんなにあったっけ。でまだ来ますね。意外と歩くの。往復3キロぐらい歩くんだ。でもここまで来たからにはもう戻れない。色の成分、これはですね、何の色だっけ。意外と歩くのは。それ歩くんだっけ。よっと、あ、すいません。よっと、地域の観光地が。しかもこの足元だったらそんなに、普通に1キロ歩くのよりもだいぶかかりますね。あ、こっちか。そう、ミドロ沼、あそこが一番私はインパクト強かったんで、それだけ見ていこうと思ってます。ふぅ。意外と距離あったな。もそう、もとか1キロ、平坦路だったらすぐなんですけどね。アップダウンがあって、ちみどろ、みどろ沼っていうのは どういう意味でみどろなんですかね。私は三色沼なんですけどね、私の感想としては。でもミドロ沼の写真ってあんまりないですよね。この辺り五色沼の写真でいうと、あれ、なんであんな有名にならないのかな。一番インパクトある色だと思うけどな。色がどうでしょうね。いくら、私が前10年前ぐらいに来た時には綺麗に3色でした。一人青。あ、すいません。私の記憶だと赤青緑ん、あ、すいません、自転車じゃ、今自転車じゃないんですよ。自転車格好なんですけど歩いてます。ちょっと今自転車置いて散策中です。結構映ってるな。この3日間で一番電波いいんじゃなかろうか。熊注意。あ、なんか赤い耳が鳴ってる。多分添乗員の人だと思います。温泉の、ガイドさんでしょう多分。あ、今ここ忘れてた。今ここ復帰させられます。ちょっと待ってください。まずデジカメのレンズ引っ込むのもあって遅い。で、今ここ、あれ？今ここを停止開始。これでよし。ミドル沼どっちだ？サイバーでございます。北海道ツキノワいるんでしたっけ？でも確かにきっちりヒグマとツキノワで分かれてるっていうのも変ですよね。本州にはヒグマいないんでしたっけ。こっから見てるのもビシャモン沼、さっきのとこですね。よ、大丈夫なのかな。秩父の月は、私は月の生で見たことないな。動物園とかでは見たことあるけど。お、おはようございます。本州に、
歩く歩く。おはようございます。やった。今すごいと言われたら私の頭の上のことなんじゃないかな多分。ほんの少し紅葉してますね。お、あ、もしかしたら終了詐欺が起きてるかもしれない。いや起きてない。ん、どうなってるこれ。起きてない。あ、よかった。イノシシ何それ、大丈夫ですかね。あ、歩きやすい。ここはまあ、下っていってます。トンボだトンボだ。ウリボウリボウ。大分あたりは普通にいそうな気がしますね。九州言うほど歩きやすい。ここはで戻ってくるときはこれ上りですね。おはようございます。うん、ワニ、あのサメの意味のワニじゃなくて。え、クマいないんでしたっけ九州。おー、きれいきれい。お、おはようございます。うん、この辺りまだこういうまだですね。あ、いないんだ。水がきれい。でも沼の色見ると水自体はそんなきれいなのかってびっくりするんですよね。もう案件フリーでっていうのは面白い戦略ですよね。おはようございます。こんなとこ歩いたかな、覚えてないな。で、ミドル沼のやつは確か何か藻か何かが繁殖して、あの同じ池の中で色が違うんですよね。確か2種類の藻類だかなんだかがのコロニーが共存してるっていう説明がどっかにあったはず。床道、水そのものじゃなくて中にある物色ですね。これから行こうとしてるところのやつは多分藻だと思うけど。あ、電波が。あんまり強く覚えない方がいいと思って。そう、
時間はあれ出ない。いや6度でもなくて、鉱物系の色じゃないです。電波、ミドル沼ないかな。電波もう9時過ぎた。そうだ、 GoPro の角度大丈夫かな。結構角度が歪んでることがある。おはようございます。ガリガリ君です。ダメか。すみません。電波ないか、残念。まあ iPhone でも撮っといて。空気はかなりいいんじゃないですかね。観光地だけど他に周り何もないし。おはようございます。今ここあれ Google マップで見えましたっけ。あれこの辺りじゃなかったかな。これ違ったっけ。お、いらっしゃいませ。おはようございます。映像が来てないかな。もなく、あ、地図で見てもらってますかね。おはようございます。確か少し木の向こうに見えたんですよね、ミドル沼。私も来たの10年ぐらい前なんで、いろいろ忘れてました。ん？違うか。ここか、ここか。これじゃないか。ないよな。こうやって見るとすごく濁って見えるのに、あれと流れてる川を見ると水がきれいなんですよね。もう一回、これが、これが赤沼かな。おはようございます。ミドル沼であと 270m。 もうちょい。ちょっとウィンドブレーカーがいらないな。電波がいまいちですかね。ラグかな。今は割と平坦です。これは五色沼っていうところです。裏磐梯の五色沼で、今ミドル沼っていう変な色の沼を見に行くために歩いてるところです。
そう、五色沼。あれ、ここか。あれ、ついてる。あれ。あれ、ここだ。これがゴス、これがミドル沼？あれ、分かりづらくなってる。すごく分かりづらい。あら、三色になってるのが分からないというか、三色じゃなくなってる。左奥の方が赤っぽいのは分かるんですけどね。あれ、緑と青の区別がつかなくなってる。え、もうちょっと先？これじゃない？地図で見るとここなんですけどね。うん、でもここって書いてありますよ、ミドル沼。そんな、これのためだけにこっちに歩いてきたのに。もうちょい行ってみるか。おかしいなあ、私の記憶にあるミドル沼こんなんじゃない。もっと綺麗に RGB だったのに。いや、さっきの人はなんか、いや、登山ではなくて言うほど歩いてるだけなんですけどね。1キロぐらい歩いてきた。また1キロ歩いて戻らなきゃいけない。あれ、ミドル沼が昔と違う。あ、おはようございます。あれ、あ、これカメラで撮りながらやってます。あ、これ歩きながら見えるんです。そうです。すごい。録画と、あとこっちに今生放送してるんですよ。すごい。どこと？あの、インターネットつないで全国で見えてるんです。あ、そうですか。多分50人ぐらい見てると思うんですけどね。すごいですね。ホームページ持って。あ、いや、あの、そういう仕組みがあるんですよ。一般の人が使えるやつが。ところで、ミドル沼ってこれですよね。そうですね。まだ赤のままのこの奥だから。ミドル沼って前3色じゃなかったですかね。色変わりましたよね。ですよね、やっぱ変わった。昔と、いや、それ見にこっちに来たのに。あの沼も昔もっと綺麗だった色だった気がする、いや、すごいもんつけてたのって言わない。そう、目指しますけどね。そうですか。こっちはあのビデオで綺麗に撮るようで、はい、こっちはウェブカメラで、あの、インターネットで今生放送してるようなんですよ。すごい。でもちょっとこう電波今悪いです。いや、ホームページアドレスなんかあるの？ええ、あの、まあ、ホームページというか、うん、その生放送を一般の人がやるための仕組みがあるんですよ。ニコニコ生放送っていう。あ、ニコニコ生放送。ええ、私はそれ野外で。それ出てくる？あ、ニコニコ動画ってよくあるじゃないですか。ええ、そうですか。ですね、生放送はニコニコの方でやって、はい、あれ？あ、名刺か、名刺忘れてきた。あ、そうですか。名刺あったんですけど、趣味の名刺が。ニコニコじゃあ動画。ですね、インターネットでロボさんっていう文字列で検索すれば出ます。ロボさん、ロボじゃ検索しても出なくて、ロボさんって検索すると出ます。ロボさんだ。うん、分かりました。じゃあまた、なんかそんな感じで。、うん、ありがとうございます。ありがとう。あ、でもミドル沼が、うん、なんか、10年ぐらい前に来たんですよ。一遍なんか変わりますね。赤いところは残ってるんですけど、青いところがなくなってますね。そうですね。なんかさっき見た青のままなんか色が変わってたように思ったんですよ、昔と。なので私は向こうに自転車置いてるんで戻ります。そうですか。自転車旅行しながらやってるんですよ、これ。そうですか。声も入るんですか。あ、入ってます。あ、そうですか。ただ今はちょっと電波が切れてるみたいですけど。じゃあ失礼します。ミドル沼が、さて今放送はまだまだ、いやいや、やっぱここでしたよ。カメラついてるよ。あ、うわ、映像、こんにちは。やった。こんにちは。普通でも撮れるカメラ買ったのね。ああ、残念。おはようございます。ですね、ツイッターで、ああ、その前に昔ミドル沼の
そう、今やってます。あ、今見てくれ。ミドロ、ミドロ沼。ちょっとこれ見てる人にいろいろ説明しようとして見てる人はここでこんな風にコメントを返してくれてて、でそれがここで読み上げるんですよ、はい、で私の声はマイクで行くからやり取りができるんです、そうこの前に来たら映っちゃいますから全国に画像は、うん、ただ今映像は行ってないみたいですね。あと通常走れないかな。よ、はい、すいません。あ、ええ、多分まだもたもたしてます。あれ検索できてない。ツイッターで いや、ここです。看板も合ってるし、HDR オンにしてこれでこう、あ、あったあった。今私が昔来た時の写真を検索して URL を, URL を貼ろうとしています。肝心なところが肝心な、昔来た時もこれ毘沙門沼に映り込んでなかったな、バンタイさんは。これをリンクを URL コピーして、だかな、これで11年前のミドロ沼、でツイッターで、でもこれやるといよいよいかなくなるんだよな、データが。現在のミドロ沼、2色に、違う3色から2色に減ってる点丸。あ、2色っていうのはそれ、これも分からんな。あ、違う、映さないと。よやった。池がたくさんあってどれがそうなのか分かりませんな。残念。昔の写真どこが撮ってんだろう。向こうが多かったんだ。古式だから沼がここってわけじゃないのね。ではないですね。残念。青い部分は向こうだったか。じゃあとっとと自転車どこまで戻りますかね。やっぱ先のとこか。よし。おう。昨日なんかバンガロー泊まりしてる人たちがいましたけどね。電波は戻ったら復活するんじゃないかな。それともまたお仕置きなのか。お仕置きっぽくはないかな。ツイートは失敗したかな。失敗してるっぽいな。あ、ここまで。やった。ふう、あ、綺麗。
ってきたので、うん、トワイライトゾーンに入りました。トワイライト。魔界に引き込まれたか。魔界。よっと。おはようございます。よっと。見たら？ミドルの青いところが結構草がなんか沈んでるというか、もしかしたら青かったのかもしれないけど、こっちから見たら見えなかったですね。時間によっても違うのかな。前来た時は確か夕方だったような。ユースに泊まり来てたんだから。ツイートできてる。あ、おはようございます。うおっと、ね、よっとっと、あ、じゃあポトファイ再起動しながら行くか。ポサイ、さっきはこう来てたはずですからね。電波状況ではなくて、多分おはようございます。さて、そろそろ起動したかな。なんか配信ツールが動かなくなるな。ニュージーランド神社。ネイティブニュージーランドで、ネイティブアメリカン系。あれどうぞ。でもネイティブインディアン系だよね。結構身が乗ってるな。どう来た。あ、ここも。ここが痛い。停止開始。配信あれ。来た。よし。上り速度が上がった上がった。ちょっと FM エリアしてみますかね。ちょっとお待ちください。ちょっとお待ち。
延長、あ、延長これからですね。オンにしないと。うん。これでよし。うん、行った。自動無料延長オン。金の。どうだ。あー、また落ちた。ダメだな。うん。もう沼は終わったの？うん、もう沼終わりです。あ、こんにちは。あかん。あ、延長した。はい、自転車のところまで戻ろう。延長。よいしょ。やった。もう順調に配信の調子が悪い。一応やる努力はしてます。おはようございます。娘つまみ？ダメだね、読み上げバカだからな。おはようございます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 。よっとっと、おはようございます。おはようございます。日の当たり方が変わった。泥が。いや、GoPro でも映らんなあ。あそこのあたりのちょっと反射してなくて見やすいところがあるんですけどね、水の綺麗さが。割と電波戻ってきてる。あ、戻ってきてますか。ってことは電波悪いとこだったのか、本当に。でも途中まで来てましたよね。まちゃん。から戻っている方向だと逆光で紅葉が、紅葉というか、こんにちは。3時間。この遊歩道全部ですかね。私はもう今戻ってます。おはようございます。意外と歩いたな。ミドルロムまでちょっとかと思ってたら記憶が間違ってた。
カモの声じゃない、俺の機種音とか今のは。いや、やっぱりカモか。うん、合わせ来てるんですか。FMLB の状態ではないな。ってことは待機下げられてるのかな、今。また規制かな。あ、おはようございます。おはようございます。いらっしゃいませ。声しか言ってないらしいですけど。仕事で自転車のところまで戻ったらもう一遍ポタファイ再起動ですかね。なんか何回やっても一緒な気がするけど。外の神ん、お、日の日がちょっと変わってるな。ん、おもよっと、空想崇拝の禁止ですね。あ、マスカ、あ、戻ってますかって。私がですね、今自転車の方に戻ってます。下りがいかにも階段下りとか苦手なんです。うん、まあ、あとなんかコヒペで嫌がらせしてる人いるな。あ、すいません。労力かけずに嫌がらせできますよね、コッペは。よっと、やった。残りの方がこれは楽だな。人全然いなかった。よっと、うわ、ちょっと危ない。
お、失礼します。開きますと。今まで私はあの自転車盗まれたことない。よいしょと。おはようございます。言ってますか。さようか。おい。荒らされてますか今。さっきなんか聖書かなんか分からんけど、のコピペらしいものあったけど。もうすぐ自転車のとこまで、もうすぐってあと 2,3 分くらいかな。あ、遠いはいないな。さっきはここ電波来てたんですよね。今音声だけですよね。うわ、ボートがいっぱい出てる。1,2,3,4 艘。うん、ふみちゃん、なんか不具合起きてますかね。よいしょ。415、何プギャーちゃんと読んだな。あ、すいません。道ワンちゃんも厳しいだろう。うお、でかっ。
鍵をかけた木になってます。じゃなくて私は今回の旅行ではもうことごとく電波ダメですね。いかにしようもない。戻ってます。まだつかない。でも確か戻れるような違ったっけ。やっと売店とかあるあたりまで戻ってきました。30分ぐらいかかったか。やっと帰ってきました。人がまださらに増えてる。いつまりですね。よし、じゃあポタファイ再起動してみるかな。たまに再起動をやりながらできるだけ配信する努力をする方向で、コメント言ってないのかな。これ送信は一瞬できそうなもんだけどな。変なネットワークに接続しに行こうとしてる。iPhone はまだ 78% あるな。まだ繋がってない。ダメだ。 FMD が完全に死んだ。あ、繋がった。停止開始。転送速度は
意外と行ってる。ふう、まあ行きましょうか。やれやれ、やっと戻ってきました。で電波、いやでもまたすぐ、またすぐどうせほらこんなの五色のハート声っていうのをいつからやってるんですかね。こんな声がいるらしいです。さっき見た中ではいなかったけど。でそのあ、風が、風向きが、風向きが、これこいこい、こい焼き、こいこい焼きとかいうのを売ってたりしますね。うえな、何が、何がよあ、生主として私は証拠じゃないな。放送はあくまでついでというか、放送のために何かやってるわけじゃなくて、何かやってるのを放送で見せたいだけですから。いや、ポタファイ再起動したからだと思います。どうせまたしばらくしたらあの電波あの規制されるんだと思いますよ、どうせ。さて、じゃあ走るか。あと今日昼飯どうするかなんですよね。白布峠は何もなかったはずだから、で多分峠に着く前にバラエティ番組、大丈夫かな今のところは、今のところは。よし、でウィンドブレーカー熱いから後ろに入れといて、あとは GPS を戻して、よし、お、こういう、ここはまだですね、これから登っていく方向は紅葉です。ふう、うん、看板前に、え、これが写真スポット、この毘沙門沼っていうこの看板が。だってバイクとか自転車置き場だし、ここ迷惑なったかな。あれ背景で写真撮る人いますかね。ちょっとそれは思い至らなかったな。迷惑なったら申し訳ない。うん、今犬いましたね、ふさふさしたやつ。前あの身延線だったかな、整理券の前に輪行袋置いて気づかずに離れた椅子で寝てしまって、えらい迷惑かけたことあってショックだったんですよね。山頂一切氷山ですかね、五色沼とか、あと吾妻小富士とか上から見ることができる、ん、屋上、ここから先ですね、桧原湖っていうところの横通るあたりまではまだ一応エリア的に電波あるんですけど、それ過ぎるともう電波なくなります。まあ平地でこの有様なんで関係ないですね。まあ今日も放送はあんまりあの必死に放送しようとはせずに行きます。あんまりやってると時間なくなっちゃうんで。あ、そっか、風が聞こえますね、これウェブカメラマイクなんで。オーディオデバイスがぶっ壊れちゃって物理的にバラバラになってしまって、ウェブカメラから入れてるんでこうなってます。本当はあのパソコンのマイク端子、マイク、イヤホンマイク兼用端子使えばもうちょっとできるんでしょうけどね。ケーブルの取り回しがうまくできなくて諦めてウェブカメラマイクにしてます。よし、でこれは剣道か、あと申し訳ないです。そう、 GoPro の方はバッチリ撮れてるはずです。 GoPro 用に IC レコーダーで今音撮ってるん で IC レコーダーからのモニター出力をパソコンに USB オーディオデバイス通して繋いでたんですけど、あ、今風受けなくなりましたからね。今若干追い風かな、これは。で、昼飯やっぱ買っていかなきゃダメだよな。お茶はあのおととい
一昨日雨宿りしたところで会ったおっちゃんの人からもらったお茶がまだ丸々残ってるので、もう一本ぐらい500ミリ買っていけばいいかな。今回自炊セットなしです。着るものをいろいろ持ってこなきゃいけなかったんで、今回暑かったり寒かったりですね。いや暑いことはなかったか。結構昨日バンダイアズマスカイラインっていうとこ登ってた時は寒かったです。でそうか、あまり舗装で行ってなかったか。バンダイアズマスカイラインは紅葉の時期に自転車とかバイクで来るもんじゃないですね。まあ車もそうだけど、道が狭くて路肩のすぐそこが砂利だったりするのに、道狭くて車が渋滞してるんですよ。自転車で横すり抜けられないくらいの状態です。あとすごい風が吹いてたんで、その車の横を通ろうとギリギリのところ路肩っぷちのところを走ってると風に吹かれて砂利のところまで落ちそうになって、そうなので、あそこは紅葉は綺麗なんだけど、こういう一番のシーズンに行くもんじゃないですね。うん、一つ、あ、そうそう、これ山崎ワイショップの景観対策版、色あせてます。色あせるというか、そういう色で統一されてます。わかるかな、あれ赤と黄色じゃなくて緑とか黄土色とか。日の出か。そうそう、今日ユースのバイクの人も朝のうち行ってくるって言ってましたね。で確かこの先にセブンがあったはず。大怪我。写真撮ります。今そのために撮られました。よっ、景観対策、あ、イベントですね、ありがとうございます。弁当どうするかな。セブンで買うか、ワイショップで買うか。高湯温泉ですかね。こういう温泉って聞こえたけど、高湯温泉に一昨日泊まりました。ニュースにあまり聞こえないか。まあセブンでいいかな。高い温泉ですね。本格的な温泉でしたね。洗い場とかほとんどなくて、石鹸のシャンプーもなくて、共同浴場が250円。あー、ダメだ、聞こえない。夢上げ最大にしよう。おはようございます。昨日はすぐそこから右に分岐しているレイクラインってところからこっちに走ってきました。スカイライン通った後だったので、レイクラインがもうものすごく落ち着いたいい道に思えて、カロリー、昨日今日いい天気ですね。昨日天気悪かったら凍え死んでます。標高1600ぐらいところのスカイラインって道走ったんですけどね。見えますですね、小野川湖か。あ、レイクライン走ってるのって今ここ出してたっけ。ほとんど出てなかったと思います。あそこも電波ないんですよ。米沢はスカイライン車もきついと思いますよ。坂道発進指導士になるし、渋滞だと。でよくありましたっけ、米沢は19時何分かの新幹線なので、結構いっぱいなんで、もう予約してるんですよ。なのでそれまでゆっくりしなきゃいけない。といっても私のことだから、峠登りつくのが1時か2時だな、今からだと2時ぐらいかな。そこから下っていって白布温泉っていうところで温まって、で米沢まで下るんで、まあちょうどいいぐらいかな。これも景観対策の出光ですね。
五色沼急ってほどではないんですけどね。そばってどこだろう。米沢と言ったら、まあ、米沢牛ですよね。こういうのは自宅例のようにやめとけ。あれセブン町側だったっけ。だとしたらさっきのワイショップは随分不利な立地にありますね。向こう側車線で延長まだ動いてないかな。ちょっとお待ちを。そうか、接続できてないな、これ配信ツールがそもそも枠に繋がってない。今 FMLE とあと iPhone でやってる読み上げだけで繋がってる状態でしたね。あ、転送速度落ちてる。北方か、あっちの方には行かないんですよね。あー、誰、いや違う、これは延長は今やろうとして配信ツールが動かねえ。一旦配信ツールを落として、なんか一旦ネットワークがおかしくなると配信ツールもおかしくなるんですよね。あー、マメライドが死ななくなった。死んだ。あ、間違えた、こっちじゃない、これじゃない、接続して。そろそろやばいですね、延長。あー、これ今声だけしか言ってない状態ですね。やばい、延長できないかも。なんかネットワーク一旦切れたりしてると配信ツールがあの音を返さなくなることが多くて、多分このプツプツの方はまた規制食らったんでしょうね。これは早々に配信諦めたらいいかな。配信諦めずに一生懸命やってると1時間ぐらい平気で食うんで。あー、ダメだ、来ない。今頃来て遅いよ。ちょっとこれ延長失敗するかもしれないですね。そしたら一枠ずつ取りながら行くか。ダメだ、全然配信ツールが応答返さない。これダメだ、終わりますね。じゃあ次枠で。お疲れ様です。さよなら。今頃出てきたけどもう遅い。セブン前まで移動しよう。あ、これは消防署なのか。で、セブンが当たるところを離れてる。当たっときゃよかった。
るよ。あれ？なんかある。おはようございます。なんだこりゃ。折れ曲がってる。誰だこんなことしたの。車がぶつかって穴のもんかな。放送が厳しい。またハングしてる。もう10時か。できれば13時に登っときたいな。始まってない。取得。まだ見えない。コピー。ああ。ペーストスタート。そしてコメントしとく。ダメだ、まだコミュニティ番号じゃ放送のコメントがつながらない。
今行ってるっぽいですね、待機的に。いや、また落ちてる。上がった。コメントしとく。あ、つながった。回線厳しいですね。アンテンセブン、このセブンはポタファイから距離大丈夫かな。例によって景観対策です。お、いらっしゃいませ。お昼ご飯今からです。やっと今放送再開したんで。この色見えますかね。暗いセブンです。あ、すいません。お、カマキリ。じゃあなんか弁当的なもの買ってきますかね。おにぎりかな。パンとおにぎりあたり。うん、ツートップ、トップとかそういう方向は考えてないので、何卒ご勘弁を。で、買い物してくるので。女の声が。またこの期末の嫌イベントありがとうございます。じゃあ買ってくるので早速ですけどお待ちください。うん、そば屋が、あ、白冒険ですよね。あ、声遠いや。やっと。じゃあ少々お待ちを。少々お待ちを。車の人映っちゃいましたかね。車の人が歩いてくる経路上にカメラが置いてた。よいしょ、どこから回す。チームスカイ、あ、チームスカイ今バッグの中です。GoPro 用のマイクをつけて録音は、あ、OK。見てましたか。
GoPro 動画の時に忘れないようにモザイクかけとかないとな。でも忘れそうだ。で今買ってきたのは麦茶、ナイアガラ、サンドイッチ、ミックスサンド、もちもち五目おこわ。そうですね、エリア的にはやみつきチャーシューチャーハンです。700円分買ってしまった。あ、そう、サンドイッチとおにぎりとクラクラ、どっち入れるかな。重さ的にはこっちだよかな。バランス良くないな。こっち側ナイアガラ。お、多くの人いらっしゃいませ。知ると怖い。え、地元の何同好会。私はそ、なんかそういう集まりには入ってないですね。よいしょ。機嫌、あ、そうですか。あ、でも放送があまりうまくいかなくてイライラしてるのはあるかもしれない。自覚はしてないんですけど、イライラしてるように聞こえますかね。で、これらとは別に昨日なぜか浄土平で買ってきた懐かしいや紅葉。こっちはまだですね。これからです。どんなロボット、パトレーバー系かな。黒糖です。これでハンガーノックになっても大丈夫。黒糖です。あと昨日のニュースの朝ごはんだったかな、マーガリンが余っちゃったんで思わず持ってきました。何かの時に役に立つかなと思って。うん、黒糖うまいですよね。ハンガーノックになった時とかめちゃくちゃ助かります。ハンガーノックは腹減ってノックダウン、本当に力が抜けてくるんですよ。さて行くか。だからこれ本当になんかフラフラするんですよね。お、いらっしゃいませ。見る？食パン冷凍すればとりあえずあのやばい菌とかわかないんですかね。ん？ツイッターの？あ、詰まってますですかね。最初あれなんだろうと思ったんですよね。朝ごはん食べた時にウスターソース系のやつに詰まってますってあのキャップの下のところに書いてあって何かと思ったら旨味が詰まってますの旨味がのところの上の宣伝文句はあのひねってあの90度別の面についてたんですね。で、北方の方には行かずに白布峠っていうところ登ります。北方行ったらどう帰りゃいいんだっけ。あっち行ってしまったら特急で猪苗代経由で福島ですかね。ん、待てよ、これ私はこっちじゃないか、右の方か、こっちか。ここで間違えたらえらいことになる。こっちかな、こっちだよな。今平地走ってる分に暖かくていいけど、だんだ、だだんだなんとかで団長の人でしたっけ、違ったっけ。団しか会ってないのかな、もしかして。お、ロードバイク。だんだなんは誰だっけ。だだんだんなら知ってるけど、ん、ラジオヤジさん。多分私は基本的にあのいろんなことを知らないと思います。聞き覚えがある名前だったら今あの聞き取ってただろうし、この枠もなんかもう切れ始めたら諦めますかね、放送は。
峠越えて向こう側の天元台っていうところまで行ったら電波が一部あるところがあるんで、そこだけちょっと紅葉見せようかなと思ってるんですけどね。同じ YouTuber、 YouTube で食ってる人とかも結構いるんですかね。私は YouTube 完全にあのストレージとして利用してますけど、やっぱりそしたら本当楽になるんですよね。まあどうせこの先電波はあの日原湖かのと間しかないんで、昼ご飯今コンビニでおにぎりとサンドイッチ買ってきました。あと野菜ジュースございます。あ、ライブ配信できますね。あれは緩い、そんなに緩くないかな。今日は50キロぐらいですかね。井の花、今気温16度で出てます。そこに昨日今日と、あ、一昨日昨日か、今読み上げ iPhone、 配信は PC、 それとは別に GoPro で録画しながら IC レコーダーで録音しているというわけわからん状態になってます。ペンション多いですね。ペンションだらけだ。白布峠標高何メートルだったかな、1500だったかだ、難しい。いいです、いらっしゃいませ。振り返りぐらいしかできないですね、今回は。あの昨日ツイッターでネローさんが、あの東北全域が今あのドコモの規制対象とか言ってたんですけど、あれどういう意味なんですかね。鬼のゴリラ一泊。東北全域が規制されてるってどういう意味なんですかね。ネローさんはあれ自分の中ではあの意味が分かってて面白いのかもしれないけど、私には意味が分からん。一体あれはどういうネタなんだろうか。紅葉はもっと上の方です。標高1400ぐらいかな、からかな。お嫁さん標高1300-400ぐらいからかな。今この標高は800ちょい。いや嫌いまで言わないけど、嫌いとは言わないけれども、そんな、いやまだ今坂じゃないです。そんなに あれは皮肉なんですかね。皮肉、ドコモに対する皮肉ってことかな。各陸上部ロード練習中、東名道路もロード練習中って書いてたから自転車のことかなと思ったら、路上で練習することをロード練習って言うんですかね。大好き、いらっしゃいませ。アイロニーが皮肉ですね。この辺りなんか高地トレーニングとかやってるんですかね。山中湖みたいに、あれ川口湖だっけ。確かテニスの練習やってる人が多いのは山中湖だよな。土曜日ペンション赤べこかな。リブカレー、焼き野菜カレー、牛すじパスタ、バジリコパスタ、ミックスピザ、レッサと隠して木の看板に書いて立てるかな普通。森のレストランってと、あとテニスコートとかあるみたいですね。今のところ会場ですかね。まあどうせすぐ悪くなるけど、どうせ軽水管かな、あれなんて言うんだっけ。焼き穴子、素焼き、
画質。え、今画質はいいのか悪いのかどっちの意味なんですか今の。ウェブカメラは最近中古の買ったんで新しくなって綺麗になったんですけどね。おはようございます。エリアの問題じゃなさそうなんですけどね、さっきの挙動は。30分ごとに枠取っていって、厳しくなったらもうそこで諦めます。外は今日本当によく晴れてますよ。昨日よりもすっきりしてる。ポタファイはそんな変な壊れ方しますかね。そう、楽しんでおります。だから配信できなくても基本的には楽しんでます。どちら、あ、宿配信、そう、昨日も一昨日もユースが割と人が多かったんで、なんか一人で隅っこでなんかベラベラ喋ってるのも嫌だなと思って、でその後の質問すいません聞き逃しました。確か桧原湖のあたりはまだ平坦なんだ、道は。それが終わったら登り始める。単勝路で、多分これ白布峠に向かう車なんですかね、今通ってるのは。今日は50キロぐらいです。最初にガーッと登って、多分昼2時ぐらいに峠に着いて、そこから米沢までもうずっと下りです。横浜、うん、タイトル、ああそうきたか、止まりませんでございます。ポタファイ壊れるって言ったってあんななんか器用な壊れ方しますかね。配信始め、あと壊れてるにで交換してもらうにしたって、ん、米沢、そうですね、米沢の手前では多分配信するかな。でその前にスポットである天元台っていうあたりで、白布温泉のあたりでいっぺんやるかどうか。そう、新幹線19時のも撮ってます。新幹線も直前見たら空き少なかったんで、私はいつも帰りの時間はわからないんで先にチケットは取らないんですけど、チケットなくなりそうだったんで取っときました。米沢牛かな、やっぱ。夕ご飯、ちょっと早めの夕ご飯食べて新幹線ぐらいの時間ですね。で東京を通過が9時ぐらい、東京で乗り継いで横浜の方まで帰り、うん、憲兵ね、桧原湖、そういやここ走ってても全然、あ、まだ先か。なんたらかんたらいい感じですねってしか聞こえなかったです、すいません。お、これは飛ばしてましたね、直線だからかな。これは何の施設かな。うん、思った。阿蘇、阿蘇今回実は迷ってたんですよ。実は熊本空港行きの飛行機チケット予約まではしたんですけど、こっちの方が筋肉痛は割とあるかな。昨日一昨日の疲れが結構全身に残ってる感じで、登り始めたら苦しいと思います。今日は米沢54キロか、50キロ以上ありましたね。もったいない。あ、今ここ
鳴らしながら走るのあんま好きじゃないな。昨日一人で走ってる時にもつぶやいたんですけど、周りの雰囲気を勝手に自分の雰囲気に塗りつぶしますよね、音楽鳴らしてると。その人がその音楽好きっていうのはもちろん全然否定しないんだけど、趣味が違う人を含めて周りにその音をまき散らしてしまうっていうのは、なんか多様性というかダイバーシティだっけ、なんかいろんな人がいてもいいんだっていう、あのポリシーに違反してますよね。ダイバーシティだったかな、何だったか。おう、コスモス畑、ヘブスエンジェルスなんだっけ、聞いたことあるな。ん、今日は電波は私がですかね、電波がですかね、現れ量チューイング。そう、ロックは不良でしたからね昔は。待って、あと演歌を大音量で鳴らしてる人とかもいますよね、車に限らず。羽村関のとこでよく、多摩川の羽村関のとこで演歌をラジカセで流してるおじさんたちがいますよね。茶店、喫茶店ですか、これが。桧原湖か、ゲーセンが。そうなんですか、ちょっとどっか見えるとこないかな。タバコに対する厳しさ随分上がりましたよね。運河、これは桧原湖だと思います。なんか周り特に建物とかないですね。青空カラオケ、選挙カーもそうですよね。でもやっぱり必要なのかな、選挙カーの活動って。迷惑、まあそうなんですよね。私が今思った特にそれで迷惑に思わない方が得だなって思うのは、くちゃくちゃ鳴らす人ですね。いわゆるくちゃらですけど、あれは別に本来気にしなくていいはず。自分がなんかしつけされたからイライラするんですかね、あれ聞くと。いらっしゃいませ。これ五色沼じゃないです。車クロッシーに、そうなんですかね、クロッシーの人が、契約の人がその優先的にこのフォーマーの3次回線割り当てられるってことですかね。だとしたらなんか納得いかないですよ、昔からずっと使ってんのに。で、昔からの客だから大事にすべきっていう考え方もまあどうかなって感じですね。かけて、そう、くちゃくちゃに関しては気にしない方向の方が多分全体的にはいいんだろうなと思うんですけどね。そしてなんであんなに気になるんだろう本当に。白虎隊合図の方ですね。すみません、今回あっちには行かないんです。山の上の方に行きます。白虎隊のところは昔行きました、何年前だろうな。会社の、繋がんねえ、パノラマが繋がらない。まあいいや、適当に撮っとこう。釣った魚は育てて食べよう。ブラックバスなんかは釣ったら絶対にリリースするなって言われますよね。そもそも釣りの面白さのためにブラックバス放すっていう話があったんでしたよね。ただまあその
水郡市守るっていうのがどこまでそんな絶対的な正義なのかっていうのもちょっと考えたりしますけどね。この辺りはまだです。紅葉は、紅葉はもっと上の方ですね。多分電波ない辺りです。ない辺りから攻められるでしょうね。節水通しせずに、うん、そう、ブラックバス、ん、月面走行、オートバイ結構通りますね。ああ綺麗。今日の気候は暖かい方なんじゃないですかね。こういうとこ本当綺麗。今日は電波そうでもないです。今はなんかしばらく続いてますね。あーつさん了解です。でこの桧原港の縁を走ってる間だけ電波があって、それ過ぎるともあの電波エリアから外れます。でも1枚もう電波ないところに入りますかね。桧原湖電波基地、ちょんまげスタイル、ちょんまげスタイル、おお、再起反射が、こっちなさ、ん、電波のないところで、え、どういうことですかね。あ、ブルーギルもめちゃくちゃ増えましたよね。外敵です。アメリカ人の9割は GoPro をつけて自転車で走ってますから。いやの浜ですか、めり込みそうです。この間この間のあれ、津軽富士巫女で、SD カード落とした後、泥の中にはまり込みそうになった時のトラウマが、タイガーホースがあるので、ああいうなんかぬかるみそうなところには行きたくないです。あれ今の鳥なんだ。あ、もう切れてる。じゃあもうとっとと諦めておきましょうかね。今湖のどのあたりだ。一応まだ途中かな。まあでもいいか。じゃあこの枠で諦めよう。残り時間はあと43秒。もうこの枠で配信諦め、あと30秒います。すいません、この辺の話ってなんだっけ。もうこれで諦めてしまいます。あー、コメントもいかない。あと10秒。あー、いかない。最終的に来なかったら、あー、あと1秒かよ。一応義理のためにもう一枠の頭だけやるか。再利用で、
映像、音、音。ラスワーク詐欺、いや本当にラスワークにするつもりでした。音いってますかね。さっきはギリギリ過ぎたので、ギリで枠取りだけしました。いや次役じゃないです。これもうすぐ終わらせます。なのでですね、すみません、この枠でもう諦めますということを伝えるためだけに枠取りました。申し訳ないです。ここからしばらくはまだあるんですけど、多分もう枠の途中ぐらいで電波なくなっちゃうんで、もうすっぱりと電波いいところ騙されんぞ、騙されんぞ。今ちなみにこれ通常配信なんですけどね。なので次はですね、多分昼3時ぐらいに白布温泉のところに着いてれば配信できるかもしれないぐらいです。というわけで申し訳ないですけど、この枠で今日の少なくとも午前中は終わります。じゃああとはもう GoPro で録画しながら行きますんで、ありがとうございました。すいません。あとまあツイッターはできるだけやれるところでやっていきます。それではイエス、一人ごと頑張ります。でこっちを止めて、なんとかこれ GoPro の細いケーブルだけしたいな。あまあでもいいか。よいしょ。とりあえず配信を諦めると気がだいぶ楽になる。やっぱり人を待たせてるっていう焦りがないからですね。なんかお腹のあたりが落ち着いた感じがする。別に腹痛とかじゃないんですけど、なんか結構気分は腹にくる、腹に反映される。そうかって声かけてるんだけどな。このカメラの GoPro の向き変えたり、そこら辺に外して置いたりするのがめんどくさいんで声かけなかったです。で、なんか当たった。こうやってみるとなんか見合わせ湖みたいだな。向こうに橋が見えてるところとか、
ああ、日陰寒いな。おお、犬だ犬だ。こんにちは。あ、毛って書いてあるやつだ。毛。あれ、本当は何のマークなんだっけ。なんてチームなんだっけ。ドクターペッパー色。日村小沿いなかなか気持ちいいな。おはようございます。まあ平坦だからな。50キロ。
あ、そうだ。 iPhone4 切っとかないともったいない。さっきまで読み上げに使ってた iPhone4 は確かつきっぱなしのはず。荷物もちょっと移そうかな。62% か、やっぱり減ってるな。本体をこっちに移して、あとはこんだけかな。もうすぐ檜原湖終わりですね。背中から冷えて黒糖が熱くなってる。自転車の人来てるな。
番出したのかな。ついでにツイートしとこ。星がある。見えないか。ちょいなんか上りが出てるから店かな。市街地というか集落っぽいところがある。温泉ロッジ。ご飯だった。裏磐梯温泉。自転車の人が。さっき2番目に抜かしてた人かな。
結構店があるな。なめこ汁だ。なめこ汁サービスってのはどういう意味だろう。何か買ったらなめこ汁付きってことかな。車の数。この朝から。ここもキノコ汁サービス。多いなぁ。ここもなんかセルフサービスとか書いてある。そうか、このラインが今ちょうど観光シーズンで人が車がたくさん通るからか。この飯だけ食べに行こうとするのもあれだし、まあいいや。道いいな。ただ車溢れてる。高原大根、キノコ、海水が湧いてます。ここもキノコ汁かな、あれは。すごいなぁ。多分どこが初めて他のところもやらざるをえなくなったのかな。キノコ汁、なめこ汁か。いいなぁ、なめこ汁。
ここはちょっとまたシンプルな感じと、来た時あったっけこんなの。私来たのは夕方で下ってくる時だったけど覚えてないな。行く道かな、車通ってるな。ああ多分そうだ。